株式会社キングジムは、主にオフィス、家庭用の文具を企画、製造販売する日本の企業。本社は、東京都千代田区東神田2-10-18に所在。ファイル用品と、電子文具、テプラの製造販売の二つの柱とし、多くの独創的商品で知られる。ジムファイルで、国内第一位、厚型ファイルで、圧倒的シェアを誇る。 万人に売れるものではなく一割の人に強く求められるものを目指すことを開発理念の一つとする。創業時の店名、名官堂は最初の販売商品が特許人名簿と印鑑簿であったことからそれらを売る店という意味で名乗ったものである。また、キングジムという社名はキングジム用品を短くした名称である。いつの頃からか、 事務用品の王様を目指す意気込みから名官堂の飽きなう事務用品にキングを冠したキング事務用品という名称がブランド化していたのであるがそれならいっそのことこのブランドを社名にすればよいのではないかということになり長すぎる名前を縮めてキングジムになったという当初はボクシングジムと間違えられることもよくあったらしい商品化は役員会に挙げられ 役員のうち2名が賛成すると決済が下りる。多数決や社長の一存ではないため衛生用品など文具ではないがオフィスで使用される関連商品の展開を時代に合わせて行っている。主にオフィスで用いられることが多いが近年はスキットマンシリーズのように家庭向けにも積極的である。オフィス向けでは特注品にも対応している。テプラとポメラ左。 ヘプラ。本体の操作面は、記録部、液晶ディスプレイ、コンパクトにまとめられたキーボードの3つで構成されている。本体と一体型の取っ手がついている。右、ポメラ。折りたたみ式のキーボードと液晶ディスプレイを含む本体からなる。新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、需要が高まった2020年以降、事業者向けの衛生用品を販売している。 本校ではサプライ品の製造が継続していても、本体が製造を終了した製品についても記述する。国内グループ企業海外グループ企業、ありがとうございます。